ポチッとな。はい、こんにちは、マイクです。今日はですね、サンリーフの車内でこの車内飯を作っていこうと思います。これはですね、冷凍食品なんですけど、チャーハンなんですけども、フライパン一つで調理ができるということでですね、今日はこれを作って食べたいと思います。それでは始めます。1袋で5、6分ですね。1袋で2人前って書いてあるんですね。2人前作っちゃうね。油も水もいらない、いりませんから、ね、炒めるしい匂いが出てきてます。1袋丸々使うときは5分から5、6分ですか、5、6分という感じになります。もうだいぶチャーハンらしい感じになってきました。
ばしくていい匂い。鉄のフライパンでこびりつくようだったら油を敷いてっていうふうに書いてありますけど、これはマーブル状のフライパンなので油はいりません。こびりつきにくい。フライパンはしょっちゅう飯をやりだしてから使い始めてるんですけど、和平ブレイクっていうところですかね、和平ブレイクさんの商品で、深さが7センチぐらいあるんですけど、いろいろ調べたんですけど、これが結構深い部類に入るそうなので、鍋でもフライパンでも蒸したり焼いたりするので全然使えてしまいます。ここにくびれがついてますので、何か吸い物をですね注ぐときにも便利です、鍋とやかんとフライパンを兼ねてるっていうね、使ってだいぶ経ちますけど、いいですかね。味見をしらして、もう全然柔らかくなってこっちで大丈夫ですね。火を止めます。火を止めたらもうボンベはもう撤収します。完成しちゃったんですね。ナポリタンの時は水がいりましたけど、これは水がいらないので、何の準備もしなくてもできてしまいます。よいしょ。じゃあいただきます。美味しいですね。お店の味に近いかもしれないです。お店の味ですね。お店の味。
熱々ですよ。卵も肉も入ってますね。あとネギと玉ねぎですね。こんなに簡単にちゃんとしたチャーハンが作れちゃうんですね。驚きの冷凍食品です。これで2人前がスーパーで177円とかそいつのくらいで売ってましたからね。200円は税金入れても200円いかないです。これで2人前ですね。火にかける時間も5、6分なので、と経済的だと思います。しかも美味しいですね。ソースとかかけなくても全然食べれますね。味がしっかりしてますね。油も結構てるかなって気はしますね。どうやって冷凍してるんですかね、これね。見事に味がなんかちゃんとした味が再現されてます、ね。こういう食品も冷凍食品も工場で作ってると思うんですけど、出来たてのこのチャーハンに限って言ってもめちゃくちゃ美味しいと思うんですよね。それを冷凍して、僕たちが購入してこうやってフライパンでもう一回再加熱してっていう、それで美味しいのですから。作りたての時っていうのを工場内でですね、作りたての時っていうのはめちゃくちゃ美味しいってことですよね。やっぱり少なからず味は落ちますので、すごい技術っていうか、そういうの驚かされますね。なので、車中泊する時に車中飯を作る方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、牡蠣ですね、十分気をつけていただいて、一酸化炭素中毒とかね、心配ですので換気もよくしていただいて、こういうアウトドアですね作ってみてもね、いいのかなっていう気がしますね。できればね、カセットコンロは使いたくないんですけど、もうやむを得ず使う場合は環境を良くして、もう火の粉がですね、間違っても車内のどこかに当たらないようにですね、十分にコンロの周りには火気厳禁ということで、燃えやすいものは、ね、絶対に置かないような形で調理しないと、もし事故があった時にこういう僕らみたいな車中飯を作ってる人たちが多分かなりの非難を浴びると思いますので、だから自分も十分気をつけてますけども、皆さんも気をつけてください。
なのでですね、車の中に持ち込むカセットコンロはわざと出力の小さなこういうミニタイプをね使ってます。密封されたところでしたら、まあ、狭い車内ですんで、まあ、十分にこう火が立ち上がるというか、周りの風とかそういうのに影響されにくいものですから、小さな、ね、出力の小さなものであっても十分に加熱できますよね。これが外で使うとなると火力不足になりますけども、ちょっとした風でですね、だいぶ違いますので、分量的にはもう1人前分をいただきました。肉もね、しっかり味がついてますね。柔らかくて美味しいです。ここですね、今回はこの辺りで失礼いたします。この動画いかがだったでしょうか。もし良かったな、参考になったなとか、ちょっと面白かったなと思った方はぜひですね、高評価とあとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。マイクでした。それではさよなら。